セットだ。金からやろう。負けつけ。すごい。あ、コーチ、1個目さんいらっしゃい。ジゲットありがとう。ザカさん3個目さん、4個目さん、フェアさん。ザトラチニエさん。斎藤さん、ノリトペさん、オジロさん。ホコジョさんいらっしゃい。金さん、銀さんじゃないか。タコ、いらっしゃい。タコちゃん、スラさんいらっしゃい。リディアが麻痺。硬いね。魔法の方がいいか。ちょっともうあんまり使わん方がいいな。トモさんいらっしゃい。全員3人にもできますね。ここサイクロンさん、マギーさんいらっしゃい。負け疲れた。おお、ブレンジした。カラーコンいらっしゃい。ありがとう。そうだね、多分飛んでる時の巻きつきだと思う。ドロップするんだ。へえ。どうしよっかな。リディアで50か。うん、レアドロっぽかった。ニャンポコさんいらっしゃい。金龍食べたくなった。ナトさんいらっしゃい。ラスダンかもしれんな。リンゴだ、いらっしゃい。曲はでもこの曲なんだよね。もうちょっとおどろおどろしいの想像してた。ラスダンって。もうちょっと奥があるんだと思うんだけど。エーテルなくなった。買いに行こうか。コストコの年会費は、5000円かな。おまみいらっしゃい。赤い翼定食。お、珍しい年齢ですね。クイークだ。すごい。月の女神は物理で、なんか聞かないやついるんだよね。ジャナさんいらっしゃい。ミス。カトンとかしちゃったら。タコさん、シャトスさんいらっしゃい。全然聞かない。高須さん、ハリーさんいらっしゃい。コストコでみんな買ってきましょう。うん。今度は別の買おうかな。マジで哀れな、ね、実なんか。うん、殴ろう殴ろう。あ、応用された。これは逃げますね、そろそろ。よし、
あ、そうだね。コストコは丸焼きチキン美味しいですね。なんか覚えたよ。ミネルバビスチェ。デス覚えた？赤ウインナー美味しいよね。私も好きです。ちょっとお塩をきつめにするといいんだよね。超いいの？デスってあんまり聞くイメージがないんだけど。35か。結構取るのね。扱いにかまるさ。うん、どっちかな。リディアかな。白い黒猫さんいらっしゃい。着せてしまおうか。おー、めちゃくちゃ上がり。53。捨て的にはどうなの？あ、知性下がる。それは、そんなものを着たら下がるか。しよう、やめるわ。ルルさんいらっしゃい。ちょっと下がりすぎだね、知性ね。やっぱちょっと黒の中心なので、リディア。そんなものだなんてとんでもない。ローゼちゃんは白のローブだな。よかった、ありがとう。微妙なものであったな。頭悪くなる下着。知性のディーランドだ。6のミネルバビスチュは強い。あ、あったんだね。全然知らないや。なこつ気まぐれさんいらっしゃい。お、会に着せよう。力と素早さがアホみたいに上がる。4のミネルバビスチュはかなり扱いに困る。お金にしよう。自家主張さん。ロンさんは意外に黒の予感がする。下着。いいね。めっちゃいいんだな。じゃあこちらダメガネさんいらっしゃい。すべてお金なんじゃ。赤い下着が好きか。情熱に燃えておる。たすけさんいらっしゃい。紐だと思う。みんなもうこんなドットで想像できるなんて、妄想できるなんて、さすがですね。上級者ですか。男だからね、仕方ないね。ローザとリディアの同人なんて山ほどあるね。ページでいいっすか。マジですか。紳士は妄想力が高い。それただのむっつりやないか。そうでもしないと戦闘してやん。意外とめんどくさいな、こいつ。2ターンぐらい。いや、でもなんか3だからもったいないな。本領発揮できない。アスピルだと打ってこれないってことか。アスピルは黒か。黒ですね。でもなんか全滅させられそう。怖い。生まれてきた意味を。シェシル強い。188。うん、逃げても OK。 そうだね。
そっか、カインはフォールスで殴ってるからか、ジャンプせんといけんね。はあ、うん、アスピルちょっと映像時間かかってた。来るね、セーブだー、生きれたぞ。もう一泊三泊ぐらいここからやねBJB さん、忍者さん、いらっしゃい。全開したじゃないか。あ、してない、ギリオがしてない。もう一泊します。あ、ここからが楽しい。分かった、ほっと一息ですね。ちょっとニートタイムです。マクさん、いらっしゃい。うん、おやすみ、ゆっくり寝てね。セーブできるイコール全滅しまくれるってことだね。うん、あ、1時間近くしてなかったよ、セーブ。パイさん、いらっしゃい。うん、節約。おっ、そういうことか。聖なる力を秘めし、この槍を求める者は滅びるがよ。ブレイク。死の宣告すごいよ。早くやってしまうってことか。分かった。全力だな。これこそあれでしょ、オーディンでしょ。ヒーストかけないで。バーサク。あ、もう一瞬見えて消えた。あ、死にそう。バロンは本当に役に立たない。なんか盗んでみようか。あ、パタパタ。まだいける。ちょっとできることを考えるぞ。できることを考える。セーブしてよかったね。うん、通常的に使ってるマロンを。なんせ時間経過でしょ。なんかできること、なんかできること。リフレコは跳ね返せないって言ってたから、10秒だからな。うん、そうだね。まずライフランをして、バロン王みたいに弱点でここをセーブなしでいかなかったか。一発目できますね。召喚、リバイア、ライブラ、ライブラ、授業でしたかしな。タコツ、いらっしゃい。あれ？なんか出た？聞かなかった。残念ですね。
と無視しようか。フォーリーね、ないんだよ。手裏剣ちょっと威力見てみよう。うん、風魔ちょっと使おう。プルルさん、ヒデさん、いらっしゃい。火力不足じゃレベル足りんってことか。うん、風の階段みたい。すごいじゃない。4200、だいぶだな。初見、はい、いらっしゃい。戦う。投げる。フィーマちょっと良かったね。フェミオ。寝に行くか。いいよ、またお金貯まったし。ぐらい使ったかな。あ、そうなんだ。 A おしっぱだと倒れない。2個でいけた。うん、セーブしとこう。ラスダンっぽい雰囲気ですけどね。正気に戻って、また正気に戻った。次ここか。聖なる力に守られしリボンだ。貴様らの手には渡すわけにはいかん。ルナザウルス、リボンはいいな。 FF って感じがするな。リボンの運転。0歳いらっしゃい。2歳いらっしゃい。全体攻撃が痛いか。分身して、あ、リフレクするな。召喚はリフレクしないよね。バイオ、わ、強っ。
分にかけてる？リフレクかけるかじゃん。これでしょ ？KR か。ダメだな。物理だな。うん、雨大丈夫でしたよ。いらっしゃい。つい先の装備してないな。もらっただけだもん。リフレク返しをちょっと考えてみよう。奥のは消えたな。回復？今リフレク切れてるってことかな。魔法じゃないよね、回復って。多分魔法じゃないよね。あー会員死んだ。バレンス。分身した意味あったんだろうか。テストかどうかな。あ、ちょ、リフレクかかってるんだった。これ誰が死ぬかな。うん、リバイアで行こう。あ、いけない。ティディアリセットして、マレイズ、なんかゴリ押しそう。守ってみよう。カイン飛べる？飛んで。よし。ああダメだった。ダメだった。いけそうだな。でもゴリレブいけるな。リフレクをまずかけてみるか。ちょっとゴリラすぎたな。あ、そうだ、ホーリーダンスだ。ホーリーダンスだったら勝ててるかもしれない。きっと。役割分担。あ、めちゃくちゃ強いじゃん。うん、
聖なる攻撃機装。あ、そうなんだ。リフレクで反射した魔法は再反射できない。それ知らなかったな。フォーリーないしな。永遠と反射しちまうから。うんうん、分かった。だから三姉妹が強かったという話。うんうん、あの人たちね、跳ね返せたのに連絡してる。いやいや、リフレクの効果が切れるんで、放って使ってきたら。そういう解釈だった。あ、抜け付き。ディスペルって使ったことないね。エッセンは、あ、勝った。うん、一回かけてみよう。分身だってね、確か回避率上がるので、プロテス防御でしょ。反射か、ブリンク、デビテテもう使わんか。反射青魔法のイメージ。あ、また出たった敵。していくってことか。4のリフレクはディスペルも跳ね返した気がする。あ、本当？一回やってみようかね。あ、強かった。あ、なんかめちゃくちゃ強かった。今日はこの色だよ。そっか、エッジ弱くね。うん、言わないで。ゾンビ特攻じゃな。よし、行ってくる。行ってきます。次枠だね。今日何時ぐらいまでやろうか。うん、スローでやっとこう。使えるものはバーサク、ディスペル。でも召喚使うから別に自分に害をかけるってことかな。ヘニオとか聞くかな。それ6じゃない。ちょっと先アスラするわ。あ、エッジなんてこと。ダメじゃん。ダメじゃん。ちょっとこれやり直しじゃない。やり直す。やり直す。死にます。さよなら。何分たんなことした。はあ。何分たんなことしたわ。すみません。もうちょい。